今宵涙こらえて奏でる愛のセレナード今も忘れない恋の歌。はいはいはい、私がクリステル K です。ということで今日はですね、私のビルボードでのライブツアーの一日をご紹介したいと思います。その前にみんなビルボードってみんな知ってるかな。結構ねすごい大きいライブ会場っていうよりもなんかしっとり大人な雰囲気でお酒とかお食事を楽しみながらジャズだったり、まあ、ジャズだけじゃなくてライブもねすごい距離も近い感じで楽しめる素敵な会場なんだけど、東京と大阪と横浜にも2年前からできたばかりなんだけど、そうすごく有名なライブ会場です。もうそうだな、何年前からかな、結構もうクリスマスライブとかも毎年恒例でやらさせていただいてるんだけど、この前やった私のクリスタルクリスマスのライブツアーの一日密着な感じで紹介したいと思います。 Alright, follow me! あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。何かね、おはようございます。左が、あ、できるだけほぐしてあげてください。はい、それによって顔も変わってくる。顔が変わるから忘れはしないよ、時が流れても
たずらなやりとりや心のトゲさえも君が笑えばもう何を言おうとしてたんだっけ。でね、あ、今は別に大丈夫です。本ちゃん横浜最後ですね。もう早い、あっという間、最後に地元に戻ってこれてこのメンツでできてめちゃくちゃ嬉しいです。岡ちゃんの分も楽しんでいきましょう。今日もみんな多分本当にあの今年最後の打ち上げ的な感じで来てくれてると思うので楽しんで、でもタイトにいきましょう。お願いします。感謝の気持ちを込めて上から目線でいくよ。はい、せーの、おー、ビクトリー。よし、はい、よし、よし。まもなく出まーす。はい、お願いします。なんだこのちょっとした違いは。なえ？心を込めたもう。すごいなんかあれって別にそんなそうすごいあれなわけじゃないんだけどね。
すごい良かったよ、なんか。うん、皆さん、私のライブの一日、いかがだったでしょうか？それでは、ごきげんよう。